夢に中道、寺橋看護塾の青木です。皆さん、こんにちは。夢に中道っていう言葉をご存知でしょうか？僕ですね、昨日ある病院に行っていて、そこで勤務されていた看護師がですね、患者さんにちょっと変わった対応をしていたんですね。で、僕気になった後からですね、なんか変わったことしてますねって聞いたらですね、夢に中道って知ってますかってこう言われまして、いや、知りませんと、答えてしまったんですが、後からこう帰ってきてですね、少し考えてみると、なんか聞いたことあるなと。で、ネットでね、こう調べてみたらですね、Amazon では夢に中道という書籍がですね、こう2冊発売されてまして、あとはね、DVD もあるようなんですけれども、夢に中道というのはですね、これは優しさを伝える技術、見る、話す、触れるといった基本を大事にしましょうと。フランスのですね、イブ・ジネストさんって方が提唱されている方法で、主に認知症の患者さんなどに使用していくという方法らしいんですが、僕ですね、この言葉、なんかすごく気になって、YouTube でね、なんかあるんじゃないかと思って調べたらですね、たくさん出てきました。テレビのね、内容をそのままアップされているような、ちょっとこう著作権的にどうかなというものがありますので、ここではね、ちょっとご紹介するのは控えておきますが、YouTube で、夢に中毒って入れていただくと、いろいろ出てきますので、興味のある方はという方、というかですね、看護師の方はですね、ぜひこれ見ていただきたいと思うんですね。個人的に結構ね、心が揺さぶられました。看護の仕事って何かというと、これは、診療の補助と、要領上の世話と。これはね、皆さんご存知ですよ。で、診療の補助というのは何するかというと、これ命を守る看護と考えて、いいと思うんですね。そして、要領上の世話というのは、こちらは心を守る看護なんじゃないかと。僕は、看護学校は18歳の時に准看護学校に入りまして、で、2年間は看護学生として病院で勤務していました。18歳の時というのはですね、もちろんね、資格もありませんから、看護学生というか看護助手という形で、2年間病院にこう出入りしていたというところなんですけども、知識、技術がないので、若干持ってるものといえば、心ぐらいしかないわけですよ。ですので、その時にね、患者さんに自分が何ができるかということで、話したりですね、もしくは触れたり、あとはですね、少しでも歩けるようにと、自分で考えていろいろやっていたんですけれども、その時のことをですね、すごく思い出したんですね。で、その後、患者さんを助けるためには、知識や技術が必要と考えて、いろいろ勉強してきたわけですけれども、なんかね、この心の部分を少し忘れてたんじゃないかなと。なんか自分でその可能性をこう閉じてしまっていたような気がするんですね。でも、ユマニチュードという言葉、そして動画を見てですね、なんか、これだなというふうに僕は思いまして、これからでのね、人生観、ちょっとね、変わってしまったんですね。ですので、皆さんもですね、動画見ると、なんかね、心にこう響くものがあるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、見ていただければと思っております。今日はですね、出直し語録というところで、見る、話す、触れる、本当に求められているユマニチュード、すべての看護師が持つべき優しさライセンスということですね。看護師のためになるものを作ることが、結果、患者さんを支えることになる、出直し看護塾オンザウェブ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。